皆さんいかがお過ごしでしょうか。ワインで乾杯デスク、はい、今日は何ですか。今日はね、はい、どうしても食べたかったスープカレーの店に来ちゃいました。スープカレー、うん、こちらアルペン二郎さんですよ。アルペン、これちょっと待ってって、えこれまた山登るのどうしたの。足が痛い。いや、もう無理。マジっすか。まあ、確かにね、もともとは尾瀬の山小屋が発祥のお店らしいから、それは一理あるんだよ。でもさ、はい、スープカレーって言ったらどこを思い出す。やっぱりあのパッと浮かぶのは北海道じゃないですかね。そうだよね、はい、札幌とかね。そうですね。でもね、はい、そのスープカレーとは全く違うスープカレーらしいです。あ、そうなんですか。へえ。神奈川で一番うまいらしいよ、ここが。神奈川で一番。これは期待できるんじゃないですか。やばい。しかも、はい、辛さのレベルも富士山とかエベレストとか山城待ってって言ってね。お前があんま喋ってると、うん、またスワイプされる。ああ、そうかそうか。それもそうだ。もう早速食べに行こう。そうですね。行こう行こう。カーストのレベルが山に例えられてるということで。いやー楽しいですね。店内とってもおしゃれで美味しそうな香りがします。目の前で煙がこう出てて焼いてくれると、この感じもたまらなくいいですね。でこちらセットのサラダでございます。シェリービネガーのドレッシングよく振ってからかけてくださいね。あ、美味しそうですね。いやシェリービネガーこれ上品でちょっとした酸味が効いて美味しいです。皆さんご覧ください。サラダらしいセットを頼んだんですが、なんか全然可愛らしくて美味しそうですね。これいただきます。すごい濃厚です。飲むヨーグルトぐらい濃厚なんですけども、とてもこうまろやかな感じで美味しいです。なんかチーズのようなニュアンスもあります。来ましたね。美味しそうです。皆さんこれね、飯盒独特ですね。これね、よくね振ってこう外れたっていう感覚のところで、ドン、マッチングでお気をつけください。かけちゃってください。エベレスト行ってみましょう。いただきます。あー、すごい酸味、またピリピリするんですけども、エベレストといっても辛いことじゃなくて、辛いの好きな人は全然問題ないです。すっきりしてて、これ美味しいですね。ポーク、いただきます。うまっ。あったく臭みもなくて、豚の甘みとの上品な脂、このスープカレーによく合います。ラッシーがまた合うんですね。これお野菜もたくさん入ってます、うん、柔らかい。鶏肉とスパイスの風味が合わさってとっても美味しいです。はい、じゃあ早速
くねハラミ食べていきたいと思うんですけど、こんな感じでちょっとつけてね、いただきます。うまいね、うまい、ハラミうまいね。ちょっとね、スープに浸してる。浸してたかな。長芋。うん。ご視聴ありがとうございます。